どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。今日はですね、エルメスの愛用品を紹介しますということで、私と奥さんが、エルメス好きなんですけど、2人の愛用品をそれぞれ紹介したいと思います。で、エルメス行ってそのバーキンありますかとか、たくさん通って目当てのものをゲットするっていうのを、エルパトとか言うと思うんですけど、私もエルパト結構してまして、こんな漫画もブラパトっていうタイトルで、某メゾンブランドのバッグが欲しい女の人が頑張ってブランドパトロール、略してブラパトをするっていう話なんですけど、どこでしょうね、どっかの某メゾンブランド、表紙にオレンジの袋入ってますけど、で、こういうのを書くぐらい、パトロールしました。かなりいろんな店舗これまでパトロールしてきたので、何をゲットしたかっていうのをちょっと今日紹介したいと思います。そんで、前半私の購入品、後半妻の購入品ということで紹介したいと思ってるんですけども、先に言っとくと妻の方がすごいです。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。39歳のおじさんが、どんなものを持ってるんだいということで、おじさんでも使えそうなアイテムっていうのを、一応チョイスしてるつもりなのでご紹介したいと思います。まず最初に、こちらガーデンパーティーでございます。ガーデンパーティーは女性にも人気だし、特に性別はないかもしれないんですけど、男女ともに人気のバッグだと思います。ガーデンパーティーの多分49かな、一番大きいサイズで、妻が僕が欲しがってたガーデンパーティーのでっかいやつあるよって連絡くれて、今すぐ行きますって言って買ったやつですね、懐かしい。超テンション上がったよね。上がった、超でっかくなるね。ここがさ、こんな感じになる。だから旅行にも使えるし、軽いんだっけ。軽い、すごい軽い。可愛いよね、普通に。おじさんで可愛さ求めるなって感じかもしれないけどでもいいよね、その爽やかじゃない。かっこいい。チャームは、はい、これが2つ目に紹介したいやつです。こちらチャーム、これはギターのロックって名前だっけな、結構珍しいらしいね。これ何が可愛いって、形はもちろんなんですけど、わかりますか？わかりますか？エルメスのピックなんですよ。知ってました？知ってましたよ。知ってました？はい、はい、何度も見せびらかしてるよね。たまにあると思うんですけど、出先でうわっピックがねっていうのたまにあると思うんですよ。そういう時におもむろに問い出して、そういうのいつかやろうと思って、だからおじさんだな話のめっちゃおじさん、おちょけおじさん、おちょけおじさんなんで、もう顔真っ赤ですよこれは本当にフリー、全部フリー、ドフリー、ドフリー、はい、担当いません。顧客フリーでもない。顧客フリーとか、ご存じない人いると思うんですけど、そういう界隈の言葉なんですけど、詳しくはグラパって読んでください。本当に結構こんな世界あるんだっていう情報がもうてんこ盛り。次はじゃあ財布、カルビーディオだよね、発音。もうこれはエルメス好きな人みんな知ってる、この定番中の定番なんですけど、これは多分最近結構あるよね、普通に店舗に置いてあると思うんだけど、男性だと黒に人気が集中してるんで、黒は割と常に品薄って感じだと思います。カルビーデュオの方なんで、このポケットがついてるよっていう。奥さんはもう毎日使ってるんで、結構そのいろいろ入ってるんだけど、僕はほぼキャッシュレス気分で、そのなんかカード1枚と札1枚ぐらいの、なんかそういう装備の時にこれを使ってます。ピンク可愛いですね。でも本当に革の質が良くて、すごい触ってて気持ちいいんで、すごく気に入ってますフリーズしてるなんで。いや、ちょっと緊張して。なんで緊張してんの？なんか漫画以外の話するのすげえ緊張すんの。え、なんで？はい、ダメダメじゃん本当に恥ずかしいんだ。
おじさんがエルメス紹介するって。確かに。ああ、でも、ね、本当になんかその物欲って仕事も頑張れるしいいことだよねっていうのを、うん、このブラパトっていう漫画でも描いてるんです。はい。これね、中でさ、その主人公の女の子、本当にそのバッグ買うだけじゃなくて、うん、お仕事も描いてるんですよね。バッグを買うために仕事頑張るし、なんかそれでモチベーション上がって仲間も増えてっていう、結構お仕事漫画的側面もあるので、あの私の代表作のお仕事漫画左利きのエレンとか好きな方にもぜひ読んでほしいなと思います。じゃあ続きまして、シェーヌ・ダンクル・パンク。おじアクセサリーにいい。 おじでもいい、うん、許せる。え、全然いいでしょ。むしろおじがつけてた方がいい。これは気に入ってます。本当にそのまあいわゆるさ、そのエルパトとかロレマラとかしてさ、その欲しいもの買うっていうだけだったら、そんなもん漫画になるわけないと思ってたんですよ。けど実際自分がそのエルメス好きになってやっていくうちに、なんかこれ相当ドラマチックだなと思ったんですよね。そのやっぱりそのエルメス界隈には、その好きな人には、あの普通にパトロールやってる人もいれば、まあ、顧客と呼ばれるその上顧客の方々もいるし、とにかくバッグが欲しいんだっていう人もいれば、プレタって呼ばれる洋服からその家のもの全部エルメスにしたいって人もいるし、いろんな入り口でそのエルメス好きな人っていると思うんですよ。その人たちがまあ同じバッグを追い求めるっていうのが、なんかすごいあの面白くて、物欲って人を狂わせるし、そのモチベーションにもなるし、なんか物欲って面白いなと思って、まあエルメス、エルパトを通じて思ったこと、感じたことをドラマとして漫画にしてます。ほんで私の愛用品の最後の一品紹介します。こちらのオータクロワという、男性向けのバッグです。でまあ余談だけど、そのバーキンの元になったやつだね。だからバーキンより歴史があるんですけど、まあ、これがあって、これをまあジェーン・バーキンのために作り直したっていうのが、まあ今のバーキンです。バーキンほどじゃないけど、いつでも買えるものでは全然ないので、うん、あの本当に出会いだったんですけど、うん、これはメゾンですね。メゾン行った時にたまたま出てきて、うん、もうすぐ買いました。早かった。これはね、めちゃくちゃ気に入ってて、これね、持ったことない人はご存じないと思うんですけど、筋トレなんですよね、基本的に。あのめちゃくちゃ重くて、編集さんに何入ってるんですかって言われて、あの僕の家の空気ですって。まあ別に男の子なんで、モテるんだけど、まあリアルな話すると、そのこのさ、それこそこのブラパトの打ち合わせとかで大事な日とかはこれ持ってきます。これのさ、ブラパトの編集さんはエルメス狂いなんですね、うんうん。まあ、本のさ、発行部数決める打ち合わせとかさ、うん、これ持って威嚇しないと。まあ、サクセスいかないと。あ、はい、すいません。じゃあ紹介していいですか。はい。妻の大切なバッグたちをちょっと一部紹介させてもらおうかなと思って。思い出の。ゲタ。ゲタ。ゲタです。オンラインでパトロール中にゲタゲット。ゲタゲット。これさ、マジで言うさ、良くない。エルメスカラーだ。めちゃくちゃ使いやすい。うん、はい。まあ思い出っていうのは、あのハワイでね。ハワイで大喧嘩した時にこれでぶっ叩かれそうになったっていう。危なかったよ。傷つくとかだった。続きまして、はい、ピコタンロック。ピコタンロック。これは羨ましい、なんか。めちゃくちゃお気に入り。これは店舗行っていいんだよね、別に。丸の内でフリーで買いました。うん、これさ、なんかさ、もう一番ない時だったよね。一番ない時にエルパトしてて、でいつものコースで銀座丸の内行って、なんかアクセサリー見てたんだよね。最初アクセサリー見てて、お客様バッグはご興味ないですかみたいな言われて、あれさ、もう鳥肌立ったよね。いや、あれあるあるっていうか、バッグを買いに来たみたいな感じでその時大輔くんがマジで全然知らなかったから、うん、超微妙な反応してて、でも私はそんなことない。ほんとそうだよ、ほんとそうだよ。そんなことないよ。え、うち泣きそうだったもん。だってピコタン、ああ、だそれで言うとそこまでではなかったでしょ。なんかそんな泣くほどではない。うちはもう泣きそうで、もうへえみたいな、もう超びっくりして、しかもノワールでシルバー金具で、うん、今ならわかるよ。これもすごい使ってるよね。下駄と同じぐらい使ってるかな。うん、ピコタンは気を使う、ちょっと。あ、そうなんだ。うん、
なんかピコタンの方が人気だし、しかもちゃんとさ、ちゃんと正規店でさ、うん、出してもらって買ったっていうの込みでさ、うん、ちょっと特別だよね。しかもなんか40万円台の時に買えたんです。ああ、今いくらですそれ？今もう50何万とかじゃん。あ、そうなんだ、うん、バッグも時計もどんどん値上がりますからね。はい、これ調べただけじゃ絶対書けないなと思ってることがあって、うん、実際自分がさ、エルパトとかさ、エルメス行って買い物してないと絶対書けないって思う部分、うん、そこは自負がある、うんうん、ちなみにバッグにご興味はとかさ、うん、あの瞬間のさ、ドキリっていう、ね、あの感じとか、経験してないと絶対書けないから、うん、はい、サクサク行こう、はい、続きましてケリー・エランイエーイ。私はこれでハマったエルメスの、はい、これさ、今もあんのかな、今出てんのかな、作ってんのかな、去年2023年の新作、うん、出たばっかりで、うん、ケリーエランって何みたいな感じ。いや、ほんまほんま、そのなんかネットとかにも情報全然出てなかったし、うん、最初さ、そのだってスルーしそうだったもん、ね、スルーしそうで、しかもなんか私はケリーが欲しいから、うん、買わせたいならもうちょっと説明してよみたいな顔してたもんな。チャームかなんか見てたんだっけ。チャーム見てて、で結構その時、あ、でメゾンだよね、そう通ってて、うん、ね、なんかバーキン欲しいんですけど、どうやったら買えるんですかみたいな感じ言ってて、世間話してたら、世間話してたら、今あのケリーエランっていうバッグが入ったんですけど見てみますかみたいな感じ言われて、でそれと同時にハッと後ろ振り向いたら、うん、あの番号札もらうところに列ができてて、そうで、しかも私が一番最初に見れるみたいな感じだったら、うん、ケリーエランが、うん、であの辺のさ、ルールがさ、多分後であの振り返ると、接客中だったから一番札がもらえたんだろうなとか、そうだね、そういう実体験、うんね、この本に全部書いてあります。はい、でいざ目の前にしてどうでした？早く迷ってた。なんか緑好きだけど、うん、なんかシャネルのバッグで緑持ってるし、うん、だからもう知識不足すぎて、ケリーのなんか偽物じゃないかと。まあ親戚の親戚はいらんみたいな、親戚の友達みたいな感じ。そう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 、だからさ、普通にさ、物として絶対いいと思って、うん、結構俺が強く言ったもんね。そうそう、大輔くんがいや買った方がいいみたいな、うん、いや絶対買った方がいい、後悔するって、ね、うん、あと多分初めての3桁万円にビビってたのも絶対あったじゃん、うん、だからあのこれはもう背中を押してあげようと思って、俺ら清水の舞台から飛び降りるのに慣れてるんで、さあ私初めてなんだって。だから後ろから突き落としたから。でもめっちゃドキドキしてる、心臓がバクバクで、うん、3桁だよだって。いや、バクで、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。でもほんとどうしようみたいな感じで、もうとりあえず調べまくったの、うん、ケリーエランとは何ぞやみたいな。いや、そうだよね、知りもしないとさ。あ、そう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 、生涯のパートナーになるわけだから、その知りたいよね。そう、もうめっちゃ調べたら、やっぱもう本当にレアみたいな、うん、資産価値ってさ、その転売するとかそういう話じゃなくてさ、心の平穏だよね。え、でもさ、すごくない？たかがバッグがさ、なんで買った時より倍の値段で売れんのみたいな、うん、え、何その世界みたいな感じで思って、それもハマった要因ではある、うん、そんな言うならさ、やっぱ持ってみたいじゃんって思うよね、うん。エルメスが大好きなスタイリストさんがいて、うん、あの人ね、エルメスは富の象徴じゃないって言ってて、おかっこいいなって思った。すごい見せびらかすように持つ人がさ、やっぱ一定数いんのよ、うん、それは嫌だよね。それは嫌だ。なんかちゃんとブランドの歴史とか、うん、コレクション見て、ちゃんとブランドを愛して買ってほしいよね。いや、本当そうだよね。だから今回のこの動画もめっちゃ渋ったよ。いや、見せたくないみたいな。別になんか見せびらかすために買ったわけじゃない買ったわけじゃないからって。そうなんだよ。いや、でもブラパトのためにどう。いや、本当にごめんな。俺はこれを売らなきゃいけないんだ。そう、はい、でも本当に面白いからさ、うん、この面白いよね、うん、漫画あんま読まないさ、エリちゃんが面白いと思ってくれるから、面白い、すげえ嬉しい。てかもう新しい世界すぎて面白いと思う、うん、みんな、うん、最後です。はいはい、ちょっとケリーちゃんちょっと置いといて、いやー、でーでー、もう私は
これで終わり。卒業？卒業すな。まだまだでしょう。ケリーのサイズは？ケリー25、ゴールド、うん、シルバー金具、はい、エプソンです。最強。防衛エプソン。今年の誕生日に、言っていいんだっけ？言っていいの？いいよ。本当のこと。いいよ。本当のこと言って。本当のこと言って。二次流通で買いました。はい、専門店ですね。うん、これはもうそのこの辺の話も実はちょっとしたくて、うん、なんか二次流通で買ったら負けだとかプレミアで買ったら負けだ、やっぱり正規店じゃないとっていう気持ちがずっとあった中で思ったんです、うんうん、まあ、このまま順当にさエルメスを愛し続け毎年毎年購入品を重ね、いつかそのご紹介いただけたとしても、そのやっぱりそのスペックまではスペックまで選ぶってなると相当なお付き合いが必要じゃないですか、うん、っていうので、もし正規店で買えたとしてもまあ何年先になるかわからないし、それも約束されたものではないっていう中で、値上がりすごいじゃないですか正規店の。これこのまま行くといつか今専門店で売ってる金額に正規店が追いつくんじゃないかっていうふうに思ったんです、うん、円もさ、ね、円もさ、だし、円もなだし、円が元気ねえなと思った時に、円だけ持っててもなっていうのもいろいろ重なって、うん、これもうタイムスリップ未来で買ったと思えば、うん、ええやん、先に手に入ったら長く使えるし、それに関しては専門店のすごいいいとこだなと思って、これ何ヶ月前 ?3 ヶ月前か、うん、めちゃくちゃ上がってたよね。100万ぐらい上がってた。でこの3ヶ月で100万上がってるんですよ、うん、そう考えるとさ、担当つけてこのスペックを紹介するってなると多分1000万ぐらいお布施しないといけなくなっちゃうから、うん、そう考えたらもう全然ですね、うん、で実際さ、その俺らちゃんとそのまあ他のまあこれ以外は全部さその正規店だし、うん、まあ納得いったよね。そのちゃんと、うん、正規店でお買い物してエルメスっていうものを歴史含めなんかそのお店での体験含めすごく気になって、うん、まあ、からのどうしてもこれだけはやっぱり買えないだろうなっていうので買ったから、なんか最初にこれだけ買ってたらさ多分ここまで愛せなかったと思う、うん、これがいかに貴重で買うのが難しいか分かってるから、まあありがたく専門店で買わせていただいたって感じ。美しい。美しいよな。なんかトゴか、エプソンかで迷ったんだけど、うん、やっぱりケリーはこのかっちり目が美しいなと思って。トゴって柔らかい皮なんですけど、うん、あれだ、トゴの場合は内縫いなんだっけ。トゴは内縫いで、うん、エプソンは外縫いで、バーキンはトゴがいいなって思ってて、うん、でもやっぱケリーはかっちり目のこのフォルムがすごい素敵だから、うん、絶対ケリー買うんだったらエプソンがいいと思う、うん、でもなんかそのノワールとも迷ったんだけど、うん、いや私服装がカジュアルだから、うん、やっぱゴールドの方が普段でも使いやすいかなと思って、ね、うん、しかも専門店でもかなり貴重で、うん、そうだよね。だって専門店でもさ担当じゃないけど言ってたもんね、うん、このスペック入ったら連絡ください。あ、そうそうそう、連絡くださいって言ってもう全然電話かかってこなくて、うん、退職しちゃった。退職しちゃって32歳の誕生日に買いました、うん、ありがとうございます。だからやっぱりそのノワールでトゴでっていうのはやっぱりバーキンだよな、うん、あとねバーキン、うん、バーキン、あとバーキンだけ欲しいっす、ね、バーキンの30のノワールの、まあ、ゴールドがシルバーかな、うん、それをフリーで今エルパト頑張ってます。でもそのさ専門店でこの前見たじゃん、爆上がりしてた。もう信じられないぐらい爆上がりしてて、これ無理なんだけどみたいな。フリーでエルパトするしかねえ、うん、でももちろん担当をつけた方がいいっていう人もいるじゃん。もちろん人もっていうかほぼそうじゃん。っていうか俺らのさ買い物今日紹介しなかったものも含めて言うとさ、うん、もうさ担当つけちゃった方が本当はいいのよ、もうとっくの昔に、うん、けどちょっとね間違えたね、動画では言えない、なんでしょうね、ちょっと詳しくはブラパトの方もあるやっぱり担当さんとの相性とかもあるし、うん、失敗談とかもいろいろある
ので知りたい人はブラパと呼んでもらって、はい、だからちょっとリアルにさ、その俺ずっと言ってるけどさ、もう一回担当チャレンジしてもいいかなと思って。え？マジで？っていうのを考えてて、でもただそれには条件があって、ブラパとブランドパトロール本日も異常なし、この第1巻重版したら時計を買いに行くか、エルメスの。それはもう重版してくれないと。いや、あのね、ちゃんと俺公約としてここに書いてあるんですよ。読めるかな。この本の印税は諸経費を引いた全額をパトロール費用に充てさせていただきます、メルシーって書いてあるんですよ。だからもう俺公約で、そのなんかさ、あの印税でさ、その散財するのっていかがなものかとか思うかもしれないけど、これに関してはもう直接結びつけることはできませんが、あの某メゾンブランドのおかげで、こんだけ言っといてあれだけど、あのこんだけ言っといて、某メゾンブランドのおかげで本にしてるんで、うん、やっぱり還元しないと嘘だと思うんですよ。あー、そうだね、うん、だからこれの印税、僕のね、天才的なあのソロバン感情で言うと、1回重版したら時計かなっていうのがあるんで、それであの全額ぶっ込んで、その時計を皮切りに関係を構築し、来店予約をし、夢のバーキン目指そうかなと思ってます。あのまあこの動画見てくださってる人はほとんどの人があのエルメス好きだから見てるとは思うんだけど、そうじゃない人もそのこんな買い物があるんだっていうびっくりすると思うし、なんかそれはあのエルメスに限らず、そのまあそうだな、オーディマピゲとかパテックとかもそうだと思うけど、時計で言うとあのそういうさ、その本当にラグジュアリーブランドって言われる世界、本当のラグジュアリーだと、あの本当にここであの日この店員さんから買ったっていうのを一生覚えてると思うのよ、うん、ケリーエランをさ、初めて前にした時に震え上がったことを覚えてるわけじゃん。やっぱさっきも言ったけどさ、なんかさ、物欲ってさ、ちょっと恥ずかしいじゃん、うん、これ欲しいんだとかさ、まあ要は人間しか持ってない欲なのよ、うん、物欲って。それってさ、なおのこと恥ずかしいよね、うん、と思ってたんだけど、そのやっぱ繰り返しになるけどさ、だから本頑張って書こうとかさ、うん、まあ俺だったらね、うん、エリちゃんだったらさ、そのモデルの仕事増やそうとかさ、うん、なんかモチベーションになるじゃない。それって何が悪いのって思わん？経済はもう、いや私は全然もう物欲の塊女なんで、そう全く恥ずかしいと思ったことないんですけど、まあ俺はおじだからね。え、むしろなんか物欲ない人って人間らしくなくて、私は人間らしくてです、うん、あ、物欲ある人、うん、わかる。で別になんかエルメスじゃなくてもいいし、なんかロレックスでもいいし、うん、なんかさ、あれ欲しいなとか思う気持ちがある人は絶対共感してもらえると思うんで、そういうなんか物欲参加でもあるし、そのために仕事頑張るとか、そういうすごい前向きな話でもあるんで、うん、ブラパと本日も異常なし、ぜひぜひぜひ読んでください。読んでください。これが重版したら開封動画撮れるかもしれないんで、何卒よろしくお願いします。お願いします、はい、エルパトとかのその進捗状況とかももしかしたらやるかもしれないし、まあ基本的にはこのチャンネルは、私の漫画に関する情報などを発信していくので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。あ、いいですね、そんな感じで、はい、 OK です、はい。